今日はヨーグルトの日なんですけれども、山口さんはどれぐらいの頻度で食べますか？1年に何回か。かなり少ないですね。少ない、そうなんです。あんまそういうのに手出さないです。手出さない。そうなんですよ。じゃあどういったものに手を出すんですか？和食ですか？いや、もう織り混ぜ織り混ぜなんですけど、最近はなので、炊飯器を人生で初めて買ったっていうのがあって、はい、米を食べてます。ちょっともう食事に謎が深まりました。山口さんの相当食生活、相当ね、変だと思います。あ、そうなんですね。だから、なので、皆さんよくね、キャスターの方とかが、ね、食べ物の話とか飲み物の話されてますけども、はい、私はね、そういったものとかなりかけ離れたところ、ずっと平行に生きてる人なんですよ。決してこの交わることはない。そうなんですよ。通常の食生活ではないということなんですね。多分ね、そんな変なものを食べてないですよ。ちゃんとしたものを食べてるはずなんですけれども、あんまりこうね、あんまりないです。ちょっと興味津々なので、ぜひランチリポートとかも送っていただけたらなと思います。そうなんですよ、ね、去年なんですかね、ガスバーナーっていうのを買って、はい、いろんなものを炙る、これ今も続けてるんですけど、いいですね、今いろんなものって、いろんなものは言い過ぎですね。基本的にはナポリタンチーズかけっていうのがもう専属でそれ使ってるんですけども、月中ですね。月中、そうです、ナポリタン月中。これ今でもね、週1から10日に1回ぐらい出てくるんですけど、そうなんですね。その時にも言ったんですけどね、私ね、自分の作った食べ物を皆さんに見せるっていうのはね、はい、一生やらないと思います。ランチリポート断られました。そうなんですね。これほど恥ずかしいものはない。そんなことないですよ。そう、まあ、でも恥ずかしさを感じるポイントは人それぞれなのでね。なので、はい、このね、食べ物の世界はこのずっと私の胸に秘めて表には出さずに、個人情報で、個人情報で。そうなんですよ。わかりました。それぐらいね、ちょっとね、変わった人なんで、許してあげてください。さらに興味が湧いてしまいましたけれども、ここからはお天気について確認していきたいと思います。